おはようございます、しゅんたです。今日はですね、入れ墨を入れると後悔するのかしないのか、それについてねちょっと言及していきたいと思います。自分は、まあ、今までね、入れ墨除去のことについて、まあ、YouTube で動画をいろいろと上げてきたんですけれども、今回はちょっとね、この入れ墨を今後ね、入れるのかどうかって迷っていたりだとか、考えている人とかっていると思うんですよ。それ若い子とかに多いと思うんですけれども、その子とかのね、判断材料ですね、それをやったら後悔するのかしないのか、これやるべきなのか否かというものを、まあ、考えてほしいと。いうことです。それで、まあ、ちょっと自分の話をお話しし始めるんですけれども、自分は16歳の時に初めて入れ墨入れました。墨汁と針でね、ちょん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 ってやるような感じで、友達がやってくれたんですよ。友達がね、何回かやったことあるからやってあげるよみたいな感じで入れたと思うんですけども、それで、この時、確かこの燃焼リングとかこっちに、彼女の名前とかね、そういうものを入れてもらった記憶があります。で、その時はこんなもんなのかっていう感じで思ってたんですけれども、そこからちょっと興味が出始めて、いろんなね、その入れ墨のことを、まあ、入れてる人とかいないかなって探し始めたんですよ。そしたら後輩が、将来彫師になりたいという後輩がいて、その子が機械を持ってたんですよ、彫る機械を。で、それを、まあ、使ってね、入れてもらった。ここに太陽みたいなマークで入れてもらったという感じで、これはタダで入れてもらいました。そこからですね、またね、もっと入れたいなっていうふうに思いがあって、まあなんか、タトゥーバーストというね、今あんのかな、昔あった、そのタトゥーをまとまった本、タトゥーの、が掲載された本がある、雑誌があったんですけど、それを見て、川崎のね、向こうが丘遊園というところにある、入れ墨屋さんですよ。彫り屋さんですよ。もうそのまま名前、今あるのかな、というところに行って、入れるというか、まあ、その見に行ったと。でそこにね、冊子があるんですよ。その方が、まあ、自家製で作った冊子みたいなのがあって、そこの中でどんなデザインがにするのかっていうのを決めてね、入れるということだったんですけど、まず自分は、一番最初からでっかいのはちょっと怖かったんで、この、梵字というものですよ。自分は、37歳ですか、その自分の年とかだとキリークとかいうものなんですけど、もう今消え始めてますけど、ここのやつを一番主にね、だから赤くしたんですけど、あと周りに回したという感じですね。こういう風に入れました。で、そこからまた、ちょっとね、これが終わってからまた入れたいなと思って、確かこっちに入れました。で、次はここに確か入れました。はい、という感じで入れると、まあ少しずつね、この入れてったという感じになります。そして、自分ね、この、なんだろうな、背中ですね。背中も、まあ、筋彫りしか入ってないんですけど、筋彫りを入れているんですけれども、これは、自分はキックボクシングでデビューした、アプロデビューして、2戦目の時に入れました。2戦目の時ですか、1戦目が終わって入れて、2戦目にはもう入っている状況です。になってました。この背中もちょっと見せましょうか。こんな感じの入れ墨が入っていると。いうことです。で、まあこれが一番確か最後になったと思う。まああれ、ぼかしとか他入れたかな。まあでも二十歳ぐらいの時にデビューして、二十歳の、これ2戦目だから二十歳ですね。二十歳の時のやつですね。ここでもう自分はもう入れ墨を入れるのを確かやめてます。これね、なんでかって言ったら、これはね、興味がもうなくなってきちゃったからという感じですね。だからですね、まあ、こうやって、どん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 ね、興味が、移ってって、いろんなところに入れたいなと。まずは最初はちょこっとステップアップ、みたいな感じですか。で、まあ、ちょっと入れたら、ちょっともっと入れたい、もっと入れたい、みたいな感じになってって、だから自分はもう、最初のコンセプトがガンとあったわけじゃない。から、いろんなところに散らばっちゃってるんですよ。こっちにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、足にもあるし、背中にもあるし、みたいな感じで、もうバラバラなんですよね。というような形で、まあ、散らばっているというところで、ここからが本題ですね。入れ墨を入れてね、後悔しているのか否かですよ。これはね、まあ、一つのパッと言えることではなくて、後悔している部分と後悔していない部分があるということです。これをね、お話したいと思うんですけれども、後悔している部分としては、お風呂に入れなくなる、プールに入れなくなるっていうところが一つあります。
これね、ちょっと、まあ、その時はもうお風呂に入れなくなるっていうことはなんとなく分かってたんですけど、別にね、まあ、そこまで大した問題じゃないでしょうみたいな、銭湯とか入れるしというふうに思っていたんですけども、やっぱね、自分ね、温泉とか浸かるの好きなんですよ。だからでっかいところでくつろぐような感じとか好きなんですけど、それができなくなったのが痛い、めっちゃ痛い。ね、でもね、茅ヶ崎の龍泉寺の湯とかでね、そこの服を着ながら入れるようなとこだったとしたら、まあ自分は入ったりはしたことがある。あれダメなのかな、うん、もう完全に隠せるような感じだとしたら、まあ入ったことはあるんですけど、基本的にはもう本当に、もう入れないですね。なんか、どこだっけな、湯の倉っていう平塚のところに一回入ったことあるんですけど、そこで追い出されました。なんか無理に入っててね、うん、まあそんな感じのことがあったりとか、まあとにかく自分は好きだったんですけども、それが入れなくなった。プールとかも、大磯ロングビーチに、まあ、というね、プールがあるんですよ。結構でっかいプールがあるんですけども、その時もラッシュガードを着て行ったんですけども、まあそれはいけるからいいかなとは思ったんですけど、めちゃくちゃね、気持ちよくない、うん、裸になって、まあね、そういう風に、まあ、いろんなもの楽しんだりだとかしたいんですよ。そういうのがもうまず嫌ですね。お風呂とかプールに入れなくなるっていうことがすごく嫌でした。2つ目っていうのが、隠さなきゃいけなくなったというところができた。これはね、試合ですね、試合、まあその興行によるんですけれども、まあ今出て、出させてもらってる次のところもそうなんですけど、ノックアウトさんだったりとか、あとは NJKF さんというまあ、ところとかねっていうところは入れ墨隠さなきゃいけない、ファンデーションで塗ってくださいとかっていうふうに言われたりするんで、そこを隠さなきゃいけない。あとはその試合とかじゃなくても、なんだっけあれ、そう、スポーツジムですよ、平塚総合公園のスポーツジムの時も隠してくださいねっていう風に言われてました。だからタンクトップとかも着ちゃいけないし、まあ、なるべく隠してくださいと、まあ一応いい感じなんですけど、一応隠してくださいという感じで、ちょっとめんどくさいとね、筋肉鍛えるんであればタンクトップみたいな感じで腕を見えるようにしてやりたいわけじゃないですか。それができなくなるとか、そういうようなこともありますよ。で、3番目は、まあ反社会的な感じで見られるというところがあります。これね、これが本当ね、要因なのか分かんないんですけど、一つね、言うこととすれば、彼女と付き合っていた時に、まあ限定しないですけど、まあその時にね、その子が、まあ、お嬢様というか、自分とは違うような感じ、ちゃんとしたね、もう、まあ学歴を積みながら、自分学歴全くないんで、っていうところで、まあお嬢様で育てられていた子だと思うんですけども、その方の親とかにめっちゃ反対されてました。うん、だからこれ入れ墨とかめっちゃ関係してんじゃないかなっていうふうには思います、うん、まああとね、入れ墨だけじゃなくて自分暴走族とかもやっていたというような過去をインターネット上で、まあ、発信というか取り上げてもらったことがあるので、そういうのも全部、まあ、あるとは、原因としてね、あるとは思うんですけれども、この入れ墨とかもそのまま直接的に見られているわけですし、やっぱり反対される要因となります。だから、これはね、うん、まあ彼女とかができた時、その奥さんとかとなる人がやっぱりね、すごい好きになっちゃったとしたらね、じゃあ自分のことじゃないですよ、これは、好きになっちゃったとして、結婚したかったとしても、めちゃめちゃ親とかに猛反対されるかもしれませんよというデメリットですよ、があるということです。で、4つ目は基本的には生命保険に入れなくなるというふうに言われてます。これね、自分は生命保険20の前半ぐらいに入ったんですよ。これもう入れ墨入っちゃったんですけど、その時に知り合いの生命保険の方、子だったんですよ。だからその子が、ね、入れてくれたんですよ。入れ墨を隠しながら、なんか別にいけるからっていう風な感じだったんで、その時に入れました。だから今ずっと入ってるんですよ。そのまんまで入れるから、入っていられるから大丈夫だということなんですけど、基本的には入れ墨があるか否かっていうのを調べたりすると思うんですよね。うん、自分の場合はちょっとうまくその、うん、入れたという感じだったんですけど、でも基本的には生命保険とか入れなくなるというふうに言われてるんで、まあ、そこも、まあ、自分は今平気でしたけど、まあ、これから入れる人はそういうところもデメリットになると思います。最後ですね、これ、これはね、消す人限定ですけれども、消す時の、労力、時間、お金、めちゃめちゃかかります。ね、労力っていうのは痛みとか、めっちゃ痛い、もう入れ墨除去のやつを見てくれてる人だったら分かると思うんですけど、もう消すのめちゃくちゃ痛すぎる。そして時間めっちゃかかる、何度も何度も行かなきゃいけないし、もうこれ4回で、これで4回ですからね、まだいっぱいありますし、うん、これで多分5回6回7回やらないと全部消えないと思います。5回6回ぐらいかな、というところあるんで、めっちゃ痛みという労力がかかります。で、そのまあ時間もかかりますよね。で、お金もめっちゃかかります。お金鬼高いですからね。入れ墨の料金ということで、まあ自分喋ってる動画があるんで、もし、よければそちらで見てほしいんですけれども、まあそれだけお金もかかるというようなことがあるんですよ。はい、
後悔していない部分とすればですね、まあ自分経験だったっていうことがすごく大きいです。うん、これはね良かったかなと思えちゃってるんですよ。自分経験主義者というか、経験人と違うような経験しているということが自分強みだと思ってるんで、今ね、まあ結果論ですけれども、そういうような形になってる今ね、入れ墨を入れてる人っていうのはまあたくさんいるかもしれないですけど、まあ普通にね皆さんから考えれば少なめじゃないですか。その中でもその入れ墨を消している人っていうのはやっぱり少ないわけじゃないですか、もっとね。だからそこの中でも一つね、レア化レアモンスター化してるわけですよ、自分は。だからそこら辺でね、ちょっと価値になってるのかなというふうに思っちゃってるわけですね。はい、思っちゃってるって言ってますけどね、うん、まあ経験になるということです。それ以外は特にないかなという感じです。うん、だから後悔している部分はその5つで、後悔していない部分はその経験になったということ、まあ経験はでかいんでねっていうふうに思うぐらいですね。はい、ね、はっきり言ってここで思うことが、まあ若い頃ってね、本当にね、思考力が弱いというか、想像力がないというか、未来のことを考えられてないというか、というふうに、まあ思います。自分は思いっきりそうでした。うん、今がいいんだから、つか今やらなきゃ後で後悔するぞみたいな感じの思考というか、というふうなかっこつけでねやっていたところがあって、今になって逆にちょっと後悔している割合の方が大きいですからね。うん、だからやっぱり、若い頃っていうのはちょっとバカなのかなっていうふうに、まあ自分ですよ、自分ですよ、うん、っていうふうに思います。まあ人っていうのは、ね、将来的にね、若い時にはそういうふうな感じの考え方だとしても、やっぱり年が、まあ取るにつれてね、やっぱ考え方は多かれ少なかれ変わってくるんですよ。うん、だからやっぱり何をしたらいいのかって言ったら、自分が将来どういう風な、ね、姿になりたいのか、どういう目的を持って生きているのかっていうことをちゃんと考えた方がいい。その上でメリットになるのかデメリットになるのかっていうことを考えて入れる、まあ、判断材料にした方がいいのかなというふうに思います。今ね、キックボクサーの20歳前半ぐらいの子とか、まあ、20歳、まあそこら辺の子なんかでも入れたりだとか、入れようと迷ったりしていたりだとか、そこら辺やっぱり若い時っていうのはそういう興味があったりだとか、やっぱ見た目のね感じ、ちょっと入れ墨っていうのは人と変わってる感じだし、ちょっとかっこいいなって思う部分はあると思うんで、そこで悩んでるっていうか、その考えてる人とかっていると思うんですよ。キックボクサーで言うとすれば、自分はね、おすすめできないと思います。それはなんでかって言ったら、入れ墨を入れていたとしても別にね、まあ、活躍できている選手もいますよ。そのね、入れ墨を入れていたとしても、その選手にめちゃめちゃ強烈な個性があったとしたら、それはね、プロモーター側とかは、その選手を起用 しますよ。うん。まあ、それの、まあね、入れ墨を補ってあまりあるほどの価値があるというふうに、判断するから。でも、そのね、同じような選手、強烈な個性がある選手が2人 いるとします。その2人の中で入れ墨を入れてる人と入れていない人がいたとしたら、やはり入れ墨を入れていない強烈の個性がある人の方を選びます。うん、プロモーターは。ね。だからやっぱりそういうところでもう不利になるということですよ。うん、入れ墨を入れているということで、今のこのご時世ですよ、この日本の社会で、生きているわけですから、そこでキックボクシングをやるのならば、やっぱり不利になりがちになるということです。うん、そこめっちゃ考えた方がいいと思います。ね、本当に若い時ってちゃんと考えられていないんで、まあ今もね、まあ、自分とまあ同じような思考になっているのかどうかわからないですけれども、やっぱりまあ、考えが浅はかな人がいると思うんですよ、多分。うん、だからそこはちゃんと考えた方がいいのかなと。将来の、ね、自分の、ね、目的とか理想とする姿とか、そういうものを視点にね、この入れ墨を入れるか否かというのを絶対考えた方がいいのかなというふうに思うということですよ。こんな感じで終わりたいと思います。